それでは最初の話題です松坂市役所本庁舎1階に授乳室が完成し3月31日にお披露目会が行われました授乳室は去年10月から空きスペースとなっていた市役所本庁舎1階の児童交付機コーナーとに設置しました竹上市長による除幕を皮切りに授乳室がお披露目されました授乳室は来庁した市民から月に数件問い合わせがあったことや 空きスペースの利用方法について職員にアイデアを募ったところ最も多かったのが授乳室ということで今回設置しました授乳室の広さは9.5平方メートルで内装には松阪散材を使用しています設備としておむつ交換台サイドテーブルソファー椅子、化粧鏡冷暖房を備え付けました木のぬくもりが感じられる雰囲気の中 授乳ができる空間となっていて、今後は利用者のアンケートをもとに設備を検討していく予定ということです。これによってあの授乳中の、えー、まあお母さんですね、母親がこう安心して来れるっていうふうな形で、まあ少しでもこう行政サービスがやっぱり上がっていければというふうに思います。そんなにそのしょっちゅう使う施設かっていうと。 そうでもないかもしれませんけれども、それなりにやっぱり需要は必ずあると思いますので、あのそういう意味ではこうあのたくさんの方にですね、気軽に使っていただけるようなそんな施設になればなとそんなことで思っております。はい、とても明るい空間になっていますね。子育て中のお母さんはお気軽にご利用くださいね。